2021年5月16日から5月22日今週発売予定の気になる PC ゲーム。最初は Days Gone。 プラットフォーム Steam Epic Games Store、 発売予定日5月18日火曜日。ジャンルサバイバルアクション、日本語対応。パンデミックにより崩壊した世界を舞台に、賞金稼ぎとして旅を続ける三人称視点のサバイバルアクション。大量の感染者や凶暴化した動物、無法者たちを知恵と力で打ち倒せ。2019年にプレイステーション4向けに発売された同作の PC 版。 PC 版に合わせマウス・キーボード操作、高解像度・高フレームレートに対応し、高解像度のフォトモードにも対応。2作品目、 CG サバイバルグロリアビクティス。プラットフォーム Steam Epic Games Store、 発売予定日5月18日火曜日。ジャンルストラテジー、日本語対応。敵の侵略により包囲されている中世の町を舞台に、民間人が生き抜くサバイバルストラテジー。敵に占領された城下町で資源や生存者を探し、兵士に物資を供給して生き延びろ。プレイヤーは兵士ではなく、ただの町の民間人ということで、戦うことはできず、中世を舞台とした This War of Mine といった感じのゲームかと思われます。3作品目、最果てのクオリア。プラットフォーム Steam、 発売予定日5月18日火曜日。ジャンル RPG、 日本語対応。錬金術が衰退した世界を舞台に、錬金術と人々の幸せにまつわる物語が描かれるターン制 RPG。 錬金術発祥の地で、錬金術師アニシアと解析師ルティの新たな生活が始まる。本作は天水のサクナ姫の開発にも採用されているラグナロクエンジンの開発者が率いるチームの作品で、技術力は大手にも引けを取らないと思われます。4作品目、エアリアルナイツネバーイールド。プラットフォーム Steam、 発売予定日5月19日水曜日。ジャンルアクション、日本語対応。近未来のディストピアなデトロイトを舞台に、障害物をかわしながら走り抜ける横スクロールのランアクション。ジャンプ、スライド、ダッシュを駆使して障害物を乗り越えろ。軽快なアクションだけではなく、プレイヤーを引きつけるストーリーや、デトロイト出身のアーティストによるサウンドにも力が入っているとのことで、楽しみですね。5作品目、ラクーナ SF のワールドアドベンチャー。
プラットフォーム Steam 発売予定日5月20日木曜日。ジャンルノワールアドベンチャー、日本語対応。ドット絵で描かれた近未来の世界が舞台の 2D 横スクロール SF ノワールアドベンチャー。 CDI 捜査官として事件を捜査する中で、プレイヤーの行動によって物語が分岐し結末が変わる。ドットで描かれた街の風景とハードボイルドな雰囲気がいいですね。無料プロローグ版も配信されているので、プレイしてから購入を検討しても良いかと思います。6作品目、The Wild at Heart。 プラットフォーム Steam、 発売予定日5月20日木曜日。ジャンルアクションアドベンチャー、日本語対応。不思議な世界に迷い込んだ2人の少年の逃避行を描くアクションアドベンチャー。旅をしながら小さな魔法生物を集めて敵を倒したり、パズルを解いて新たな道を切り開こう。トレーラーを見たほとんどの人が感じると思いますが、ピクミンみたいなゲームですね。最終的にどれくらいの数の魔法生物を連れて歩けるのか気になります。7作品目、フローズンヘイム。プラットフォーム Steam、 発売予定日5月21日金曜日、早期アクセス開始。ジャンル街づくりシミュレーション、日本語未対応。祖国を追われたバイキングが新たな土地で生活拠点を築く RTS 戦闘要素のある街づくりシム。狩猟や農耕で物資を集め拠点を強化し、敵の襲来や極寒の冬を乗り越えよう。バイキングをテーマとした街づくりゲームとのことで、街づくりシムやバイキングが好きな人が楽しめる内容となっていると思われます。ぜひ日本語対応してほしいですね。8作品目、ジャストダイオールレディ。プラットフォーム Steam、 エピックゲームズストア。発売予定日5月21日金曜日。ジャンルシミュレーション、日本語対応。子供がいなくなった近未来の世界を舞台に、老人ホームを追い出された老人たちが暴れまくる箱庭老人シミュレーション。最大4人でのオンラインマルチにも対応。人気のオートシミュレーターを手掛けたスタッフが設立したスタジオによる作品です。老人が裸で走り回ったり、放尿したり、四肢が切断したり、はちゃめちゃっぷりは健在ですね。
9作品目、ノックアウトシティ。プラットフォーム、Steam、Epic Games Store、発売予定日、5月21日金曜日。ジャンル、対戦アクション、日本語対応。チームを組んでフィールド上でドッジボールで戦う3人称視点の対戦アクション。投げ、キャッチ、パス、回避、タックルなどを駆使して対戦相手にボールを叩き込め、広い空間を走り回ってドッジボールの要領で相手にボールをぶつけて倒す、単純だけど奥が深い戦いが楽しめるのがいいですね。フレンドとチームを組んで挑みましょう。最後はメイヘムインシングルバレー。プラットフォーム、Steam、発売予定日5月21日金曜日。ジャンル、アクションアドベンチャー、日本語対応。予期せぬ出来事が起こる奇妙な世界を舞台に、問題児ジャックが奮闘するテンポの良いパズル満載のアクションアドベンチャー。この街の隠された秘密を解き明かそう。ドットで描かれたほのぼのとした街の風景とは裏腹に、恐ろしい出来事の連続でその都度迫る即死を回避していくハードなものとなっているようです。今回紹介したゲームはいかがだったでしょうか。ご意見ご感想をいただけると励みになります。また気に入っていただけましたら登録お願いいたします。それでは。